Salve a tutti ragazzi! Prima di iniziare con il video, volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like. Sigla!瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従い、タイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃に来たフリーザたちを撃退し、若かりし頃の父ベジ、その後地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬。トランクスは別の世界の未来に変化が起きることを期待。ただいま母さん。おかえりトランクス。タイムマシンはちゃんと動いた？はい、無事に過去の悟空さんに薬を渡せました。よかったわ。まともにテストもできなかったから。まあ私の作ったものだから大丈夫だとは思ってたけどね。それでその他のみんなにも会えたの？はい、若い頃の母さんやご飯さん、それにクリリンさん。若い頃の私にも？どうだった？美人だったでしょ？すぐに俺を信用してくれました。そうね。私のことだし、あまり何も考えてないかも。ベジータにも会えたのよね。そうだな。嫌な奴とまでは思わなかったけど、君。まあそうね。それに近寄りがたい感じだったからあまり話せなかったよ。俺の正体を。ただ会えたことはやっぱり嬉しかった。そっか。でもまああまり話さなくてよかった。やっぱり気難しい人だったんだね。まあね。でもただの冷たい。そうなんだ。もっと話ができればわかるの。とにかく次は悟空さんたちが人造人間とどう戦うのか。それじゃ早速タイムマシンのメンテナンスをして。もう少し先になると思うけど。ああ、そうするよ。エネルギーのチャージには時間がかかるし、俺も次の戦いに向けて鍛え直さないとな。タイムマシンのエネルギーチャージがもう大丈夫なの？でもエネルギーがチャージ。やっと往復分のエネルギーがチャージできたわね。これでソン君たちの応援に行けるわよ。悟空さんたちが無事だといいけど。きっと大丈夫よ。もしかするともう人造人間の。それだったら悟空さんたちを連れて。タイムマシンの定員は一応一人だけなんだけど。ソン君、強い敵と戦うのが何よ。確かに悟空さんのあの性格なら。でも戦いが終わってなかったら今度は。気をつけてね。あまり。はい、母さんも気をつけて。俺必ず無事に帰ってくるよ。こうしてトランクスは再び過去へ。そこでは見知らぬ人造人間たちの出現や性格の。さらに17号たちを超える凶悪な敵。しかし悟空たちは
さらなる修行を重ね、中でも平和な世界を取り戻したことを見届けたトランクスは、母さん、ただいま。おかえり、トランクス。ちょっと、どうしたのよ。なんだか大人。はい、神様の神殿に精神と時の部屋っていうところがあって。なんだかよくわかんないけど、どっちにして。で、どうだったの。はい、そっか、結局孫君は死んじゃ。でも、ご飯君が敵を撃っ。はい、父さんはやっぱり母さんの言ったように。え、父さんが敵を前にした様子を初めて見たとき、母さんや赤ん坊の俺が危険な目にあっても助けようとせずに。あらら、まあ。でも1年ほど二人きりで修行したとき、周りを寄せつけず自分にも厳しい。そうね、確か修行を始めた頃は相手にもしてくれませんでしたけど、それこそ何度も本気で手合わせしたり。話？話といってもいつも俺が一方的に話しかけ、父さんはそうかとかふんとかばかりで。まったく。だけど修行の時は過去。目覚めたセルが自らの強化のため人々を襲い、セルを倒すため精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は全力で来い。はい、分かっていると思うが、脱出の死など許さんぞ。分かってます。来ます。ガッハッホッもらった。ヘッドガッホッ終わりだ。何だ。あった。少しだけ何か。それが本気だと俺を舐めているのか。それは父さんのことですか、それとも俺ですか。少しは成長したか。お父さんは、見えない。まさか手抜きしているんじゃないだろうな。そんなことしません。はっ、くらえ、マテッコー。はっ、俺がこんな攻撃を食らったな。これが俺の全力です。はっ、見切った。来ます。大体の感触はつかめた。だがやはり足りんな。お前は当然として、この俺もだ。父さん。父さん、もうじきここでの修行を始めて1年です。そろそろ悟空さん。まだだ、もっと絶対的な力がいる。予定切り。とっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのに。セルをぶっ倒し、カカロットの野郎も。これ以上の説得は無駄かな。父さんはセルを倒すことより悟空。少し違うな。俺が目指すのはあくまでただ、今はあのカカロットの野郎が一番目障り。いいか、貴様もサイヤ人の血を引くのなら強さに限界を作るな。もっとも、この俺がいる限りその座につかせる。父さん、父さんが俺にアドバイスらしいアドバイス。強さか。悟空さんも今日俺の時代ではとにかく人造人間を倒す自分の強さの追求よりも。お前を鍛えたのはご飯だけだと言ってたな。そんなことは。だが人造人間なんぞにあっさりやられたそっちの世界の俺の弱さには。え、人造人間に勝つことや平和を取り戻すだけで満足するような。俺はその先を。ナンバー、お前もそれくらいの強さを目指せ。父さん。そう、そんなことが本当に分かりにくいやつなんだ。それから少しずつ会話。母さんのどこが好きになったのか聞いたときはすごく怒られました。それに俺がセルにやられたとき。で
しょ、だからそ、はい、へえ、あのペ、でもよかったわ、向こうの世界が平和になって。はい、俺も過去に行った。向こうの世界は平和を取り戻せた。奴らをこれ、番組の途中ですが、人造人間の現在17号と18号が、人造人間め、行ってきます。トランクス、大丈夫なの？大丈夫です。そのために過去で悟空さんやゴハンさん、過去だけじゃなくこの時代も平和にしなくちゃ。気をつけてトランクス。はい、今度こそゴハンさんやみんなの仇を取る。人造人間に破壊されなければこの町ももっと人が長かった。これで終わらせてやる。見ていてくださいゴハンさん。はぁー、だな、だな、ふん、まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号、18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。17号、私むしゃくしゃしてるんだ、鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが。本当に長い、お前たちが現れてから俺たち、うん、それがどう、タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは、だがこの時代のお前たちは無益に、許すことはできない。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。あー、来ます、来ます、逃げたくない。なぜ私がこんな奴に混ざっている。今までの俺だとは思わないことだ。もらった、行きます、まだまだ、まだまだ、くしょー、よくもやったね。俺たちの受けた傷に比べればまだ足りない。どこ見てんの、くらえ、マセンコー、行きます、行きます、逃げた、逃げた、そんなことがあってたまるもんか。どうだ、これが俺たちが受けた痛みだ。切れな、くらえ、はぁ、はぁ、はぁ、なに、はぁ、あんたの相手なんかゲームより簡単だよ。もう二度と現れないようにしてあげるよ。あった、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 まだまだ、行くよ、どうした、
だらしないな、18号。ちくしょう、もう許さないよ。二人で来い。同じことだ。なんだ、今までのやつとは何か違う。さあ来い。これが本当の最後だ、人造人間。何を寝ぼけたことを言ってるんだ。やっちゃおう17号リポート。来ますよ。こっち。さっきのは口だけだったみたいだね。やっぱり何も変わってないじゃないか。逃げて、まずい。食らえ、マセンコ。やっ、あ、どこ見てんの。食らえ、マセンコ。食らえ、マセンコ。どこ見てんの。あった！あった！俺たちが受けた苦しみがわかるか。俺たちが苦しんでいるだと。気のせいさ、17号、私たちに勝てはしないよ。こいつから逃げられるか。そう、これは消えろ。たっと、そうだ。どこ見てんの。とどめを刺さる。さあ、逃げた。どこまでも追いつめるの。どこ見てんの。そらそら。ぐっかっと。やっ、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 少しは成長したじゃないか。口で言うほどの余裕はなさそうだな。こいつから逃げられるかな。そら、やっ、やっ、やっ、逃げた。来ます。こいつから逃げられるかな。すぐまた敵を。こいつから逃げられるかな。気合いマセンコが。ここに落ちろ。とだめをさせて。そうだよ。どこまでも追い詰めるぞ。そらそら。人間の分際で。お前もぶっ壊してやるよ。こいつから逃げる。そら。なんなのさ、このパワーは。悟空さんやご飯さん、父さんたちから受け継いだ力だ。受け継いだ力だ。そんな馬鹿げたものはありはしない。こいつから逃げられるかな。これは消えろ。とどめを刺して。マセンコ。こいつはっ、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 こいつから逃げられるかな。そう、これは消えろ。たと、バカ、どこ見てんの。バカ、こうやる。そうだ、そうだ、何、そうだ、食らえマセンコ。やっやりだ。食らえマセンコ。こいつから逃げられるかな。そうだ、これは消えろ。と、た、と、食らえた、食らえた。これまでの借りを全て返してやる。俺たちがパワー負けしているのか。こいつから逃げられるか。そうだ、何、そうだ、
しろ。はぁ、はぁ、はぁ、止めた、はぁ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 、俺たちのフルパワー以上だと。バカだ、気づいたところでもう遅い。こいつから逃げられるかな。そうだ、そうだ、そうだ、殺された仲間たちの、そして今度はゴハンさんの形だ。はっ、これでみんなの仇を、いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。